ね、鈴木おおおおおおすげえ、アナちゃんすげえ、これからだよ、っしゃやったー、おめでとうございます、おめでとうございます、すごい、生まれて初めての鈴木ですね、鈴木、うわめっちゃ元気すげえ、もうハラちゃんが釣ったよ、とうとう釣れたやろ、もう釣れ楽しいとかブローンって上がったテンションが上がってる、釣りすぎハラちゃんが釣ったのはこのバイブレーションです、やだ相当喜んでおります、ちょっと感謝、この子に感謝、ありがとううわ目の前で来た、お魚大好き、見えたのに、見えたのに、見えましたね、来たでしょ、お、肌箱じゃ来たぞ、よっしゃ来た、かわいいぞこれ、かわいい、釣り上げてくださいよ、おおほら、ほら見て、ほら見て見て、アジ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 、ほらほら、アジだよね、成功、見てこれ、ちょっと全然違うじゃないですか、ハラちゃんと見てこれ、これも先ほどなるほど、ここで来るんだね、これ逆にこのサイズ釣れんよ、僕も見たことがないですね、師匠がそんなの釣ったのですね、やばいね、アジゴかと思ったら生後でした、じゃあ一言お願いします、一言、ちょっとハラちゃんのサイズに比べたら10分の1ぐらいね、ハラちゃん初めてなんですよ、今日来て、師匠が大きい魚釣るの見たいです出ました、今イワシを釣ってる、イワシを、あ、ほんとやほんとや、あれあれアジで、おお、ほらほらほら、あ、来たね、来た、師匠来た、師匠に来た、一発目というか一緒に来たね、あ、奥ね、あ、いやでも遊んじゃってるよ、遊んじゃってる、頑張るねっていうのないんですよ、頑張るね、頑張るサイズじゃないもんねおお、頑張ってるじゃないですか、頑張ってるじゃないですか、大きいじゃないですか、あれ、ハラちゃんの花を持たないんですか、大きいのつって、おら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 、しな、おお、引くね、なんかでっかいの来るんじゃないんですか、どうしたの？でかい。サイズかと思ったけど。音がめちゃでかい。ドラグが緩いんじゃないんですか？おおおお。さすがやる、さすが。さっきのハラちゃんぐらいの。うわー、ちょっと大げさチックじゃない？ハラちゃん、あ、ハラちゃんとかすごい勢いですよ。あ、見えた。あ、来た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 。大都会の海で、うわー、タモいるのそれ冗談でしょ、塩ね、塩入れとこうかな、スポーンってもうなんか今日おー、入りましたね、釣れた、釣れた、おめでとうございます、釣れました、ほら、原さん、うわ、これなんですか、これも同じ鈴木ですね、うわー、こうじがした、ツヤツヤ、ツヤツヤですよね、美味しそうっていうんですね、これを釣れててほやほや、釣れててほやほや、もう食べますか、ほんと、これすりがかりじゃない、すりがかりじゃないこれえ、そんなことあるんや、そうですよ、え、投げた瞬間にかかってるってことですか、引き寄る時に、多分引き寄る時に、もう事故みたいなやつみたいですね、俺さっきのハラちゃんのとあんまり変わらん、そうですよね、あー、うん、すごい、ちっちゃいんじゃないですか、もう実はハラさんよりも、多分ハラちゃんの方が大きいと思うよ、うん、多分ね多分大きいと思う、多分大きいと思うよ、元気元気に引きで泳ぎよう、いいな、二人ともいいな、曇っとうけど、ハラちゃんはレフ板とかいらないですね、レフ板、おー、飛んだ、やるねやるね、うぅ、飛ばすね、師匠よ、2匹目、2匹目、ほらね、後から追い抜くやろ、もうアイドルが来ようが、タレントが来ようが、女優がおろうが、もうお構いなしになってくるけんね、ちょっとこれほどいてくださいよグレードアップしましたね、そうですか、うわ、さすが、良くなってますかね、かなりですね、すごい精密になってます、やっぱりわかるんだうわ、バリ飛ぶバリ飛ぶ、これわかりますね、だって糸に色ついとるもんそこ？まあ見やすいです。だから見やすいですね。最後の色を覚えとけば、竿先に巻き込むことリスクは減る。ショーの針に2匹もかかっと、見て、ハラちゃんこれ。どうするこれ。活性が良くなったら焦げになるとよ。
おかしいやろこれ。足みたいなのがついとるよ。ほんとさらにちっちゃいよさっきより15センチ以下の段じゃないよそれ。これ多分ね、うん、博多湾で一番釣るのが難しいサイズよ。マジですか。ポンポンポンってきたらギュイッとなってポイッとなってポイッとなってプリッと上がってきますからね。来ました来ました。あ、でも、え？来たの今。ほら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 来たよ。なんかおる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 。おお。ハラちゃんすごい持ってる持ってる。おお、でかいじゃないどうまた本当に。このハトバシャンが釣るのとはちょっと違うよ。脇が違うよ。おおおお。でもなんか軽くなってた。あれ外れた。巻いて巻いて。巻いて巻いて。ああ外れたね。外れちゃった。それリールがいかんじゃない。ああ。外れた。絶対おったのに。ラララララララ。絶対。でしょ来たでしょ今足元でほら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 なんだ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 これほらほらかわいい刺さってる刺さってる、まあ、釣れてると言いますねこれもですね。あ、残念けどまあ自動リリースってやつよねオートリリース。自動リリース。どんどん慣れていきようね分速で。分速。かかれかかれ。やり取りが上手になっとうもん。おお。飛ぶねー。イエーイ。飛ぶわ。すごい怪しい動きをしている人が来た。来た来た来た来ましたよ。いやいや巻いて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 巻きですよ巻きですよ。うわ来た来たハラちゃんに来たやった。うわ。うわでっかい。ちょっとやばくないですか今の。いや今の大きくないですか。僕は見ましたよ。あの来た。おお来た来た。ハラちゃん曲がってる曲がってるよ。曲がってる。うおおすごい。ほらハラちゃんは釣り切るよ。ほら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 。すげえ。おおバリ曲がった僕のさロッドが。おおでかい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 。これはでかいぞ。かっこいい。悔しい。めっちゃさっき見えましたよね。これは悔しい。これは悔しいよ。めっちゃ悔しい。これは悔しい。でもおる。おる。おるって。おるよ。原ちゃんも悔しいかもしれないけど、僕もかなり悔しいよ今のは。遊ばれたわもう完全に。遊ばれたねこれね。さあ持ってるね。さすが女優は違うね。もう投げ方スムーズになっとん。ね腕のしなりも入れてから。素晴らしい。今のめっちゃ悔しいもん、ほんとほら、もう雨降ってきたけん帰ろう、ハラちゃん。嫌です。さっき飲みました、だって見たあのサイズがいるってことでしょ。急だ、雨よ。いや、雨降ってもだって海の中って関係なくないですか、水だから。初めて釣りする人に説教されちゃってるよ。まだですよ。来た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 待てない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 。来たよ来たよ来たよ。よう来るね、よう来る。おドラゴンもじっと出た。じ出ましたよ。ジが出たよ、ジが、ジが。おお、また晴れた。面白かったですか、今日は。え、めっちゃ面白い。ハマっちゃいそうですか。いやー、ちょっとまた行きたいですね。それはもう、釣り席メンバーなんで、お誘い受けたらすぐ飛んでいきますよ。もう、えらい長い。入らないぞ。うわ、来た。タモチェーンジ。ここまでハドマコチョに行ったことないですからね。こんな感じでこんなでかいタモ。あれで入る。ちっちゃくちゃ。いやいや、もう変えちゃったから。これシーバスの散歩みたいな感じ。お、鈴木の散歩をしております。長いです。100メートルマラソンより長そうな気がします。いや、もう。うわ、どう思うこれ。散々もて遊んでから多分原ちゃんと変わらんと思うよこれ。そうそうそう。あ、来ました。鳩場さんが来ました。はい、うわー、いいの。ほら、いいだろ、いいだろ、これいいだろ。ほら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 、いいだろ。でもヨンペスも釣ったわけじゃないでしょ。そうそうそう、みんな喜びは分かち合いましょうよ。そうそう、はい、帰るよ原ちゃん。じゃあ最後の一投よ。もうこれで終わりやけんね。せーの、ドーン。おお、飛んだ。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ、釣れちゃったね幻の魚。イエーイ。
かったね、2日間お疲れ様でございました。師匠もお疲れ様でございました。お呼ばれしちゃったよ俺たち。ですね、お呼ばれしましたね。もう慣れてる慣れてる、もう慣れちゃってますね。もう綺麗ですね。シェフ呼んじゃいました。マジでシェフが来るんですか。やるな、ハラちゃんがセッティングで、ハラちゃんやるな、これオールセッティング、オールセッティング違いますね、やっぱりですね。バンド本物シェフが来ました。走ってきましょう。今のシェフ汗だくやで。こんなところさばいちゃってるよ。ユーバロンとさばくっていうんですね。ユーマズメですね、これユーマズメですね。いやー、ハラちゃんが釣ったやつ美味しそうになるよ。切った切った、ブラボー。好きな食べ物ですか。お餅ですか。お餅は醤油で食べる。醤油もあるし、きな粉ですか。きな粉が好きなんです。さすがプロ。そろそろ出来上がりそうですね。さあ、これが何になるんでしょうね。もう落ちて、夜ご飯って感じですよ。贅沢な、ハナちゃんが釣ったやつが乗ったー。これ何が出来上がるんですか。まだ、まだまだ作ってない人が一番喋るみたいな。いや、乗ったよ乗ったよ。まだ化けるの。うおー、何ですかこれ。おー、すごい、完成じゃないですか。これ完成ですか。すげー。いやいやいや、素晴らしいですよ。本当にいいですね。さすが、いや、ロマンチックな感じですね。後ろにも行ったから、鈴木の他にも1、2、3、4、5、6、7種類。ここまで贅沢になると思いませんかね。この2日間夢のようでした。シーサイドの魅力ですよ、これが。まあこれできたけど、これ普通の海鮮丼じゃないんですか。豪華な海鮮丼よね、これ。はい、違います違います、シーサイ丼。え？いやいや、普通の海鮮丼ですよ。シーサイ丼です。すごいドヤ顔で言ってる。海鮮丼ですよ、これ。いやいや、シーサイ丼、ももちの海で獲れたシーサイ丼。シーサイ丼。シーサイ丼。そう言われてみればそうですね。でしょ？そう見えてきますよね。シーサイ丼。あ、僕のもあるんですか？豪華な海鮮丼じゃなくて、シーサイ丼。めんどくさいな、まあシーサイ丼ですね。自然の恵み。乾杯。乾杯。福岡の魅力ですね。ああ、美味しい。ね、福岡は、まあ、海がね、ウォーターフロントにもなってるんだけど、いろんなこう旬な魚が釣れて食べれる。あんなに釣れるって知らなくて。そうそう、まだまだ、ね、季節を変えるといろんな魚が。で、都心でもあり、海もある。